こちら、鶏のパーツですね。両手でですね、鶏を持っているパーツがあるんですけれども、ちょっとですね、鶏のディテールがなんか甘いと言いますか、この辺が特によくわからなくなってしまっているので、ここだけちょっと彫り込んでおきたいと思います。うっすらとなんですけど、ここに目玉があるかないかぐらいなんですね。これだと思うんですけど、この目玉だけね、ちょっとだけ彫り込んでおこうと思います。ちょっと掘ってみました。で、流し込み接着剤を少し塗って、はい、まあ何もしないよりかはね、だいぶくっきりしたんじゃないでしょうか。こっち側はさらにもう何のことやらよくわからなくなってて、どこに目玉があるのかさっぱりなんですけど、かな、この辺かな、位置関係的には多分この辺だと思うんですけど、何もないのはしんどいですね。少しずつで、あとはトサカの部分ですね。これトサカがピュピュピュってなってるのがね、もうちょっとこう、細かい、はい、そしたらここに、こういう羽のパーツをね取り付けます。基本的に全然合わないというか、かなり隙間というか段差ができるので、パテは必須だと思います。ではこの辺のね隙間をね埋めていきたいと思います。パテをエポキシパテですね。エポキシパテを練りまして塗りつけます。まだ柔らかくてね、ベタつきのある状態のうちにこう押し付けていきます。乾いてくるとね、ひっつきにくくなってくるので、柔らかいうちに密着させると。で、こう向きに、この鳥さんはこう向きになりますんで、しっかりここの隙間も埋めるというか、ディテールを作りたいですね。おおむね盛り付けられましたら、柔らかいうちに、筆でね、鳴らしておきます。タミヤの筆、ナイロン筆ですね。ちょっとコシがある方がいいので使ってるんですけれども、水をつけた筆でこうちょっと押すように、こう押すようにこう鳴らしていくんですね。すると隙間にも入っていきますし、隙間にも入って、爪楊枝のね、爪楊枝の先のザラつきみたいな、そういうのも全部、なだらかになりますんで、こんな感じで鳴らしていきます。はい、かな。